はようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私、山田大輔と、もう一人がこの人です。春の息吹を早く感じたい海坊主です。3月もね、中旬だというのに雪がなかなか減りませんな。そうですね、札幌はね、まあ溶けては降り溶けては降り、うん、止めどなく流れるあなたの涙のようですね。ん涙のよう涙のようなのかな、よくわかんないんですけれども札幌の積雪がね、この3月の中旬でまだあの100センチを超えてるっていう、はい、この収録日現在の状況で、はい、なんか例年よりだから2倍近く、 1.8倍とかぐらいあるらしい。気温だってまだまだね、最高が1度、うん、2度とかそういうレベルじゃないですか。そうそうそう、プラスの1度なっていいかみたいな感じのね、うん、どうなんだっていう。どうしますね、うん、なんか去年もそうでしたよね。4月入ってもずいぶん寒いなっていう、ほんとだん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 ずれ込んでるような感じがするんですよね。どうしますか、このままずっと勢いでいって夏がまだ雪あるみたいなね、なっちゃったらね、そういう可能性だって、はい、あるのかなどうなるかわかんないんですけれども、ただまあ北海道のね、良さといえば確かに雪なんですけど、四季をちゃんとね、そうですよ、感じたい。去年はだって春がなんかなかったよね。なんかもう一瞬でもう夏になったみたいな。夏になったっていう、はい、だから冬夏っていうだからほんと桜なんて一瞬だったなって思うんですよ、ね、本当にね、うん。我々まだ去年東京に行ったりしたから、はい、少し春は感じて ね、帰ってきたりなんかしたけれどもね、そこの部分で春を感じはしましたけど、うん、ずっとその札幌にいたとしたら、うん、もう本当にスプリングなんてもう ね、スプリングキャンペーンなんて全然できないわけですよ。寒いな寒いなって言ったもんね、はい、今年もそうなんの嫌だななんて思いますけれども、ね、まあね、この夏は我々ね、まあ、少しの本当に少しの期間ではあると思うんですけど、はい、北海道またね、はい、ちょっとだけ離れようかなっていう、そうですね、気持ちもありまして、はい、やっと今週はお2分ぐらい時間がありますよいやそう、それが来るから言ってる間に牛乳パックで紙相撲、東日本大震災被災地交流プロジェクトというのを、現在展開しておりまして、はい、クラウドファンディングというインターネットを通じて、支援を、呼びかけをするという制度があるんですけど、それをですね、利用させていただいて、はい、呼びかけておりますこの被災地交流プロジェクト。まあ紙相撲はね、ノースアイランドが生んだと言っても過言ではないわけで、はい、そうですね、かつて企画でね、紙相撲企画がありましたやかんや言うてね、ね、紙相撲ニュースっていうね、コーナーもありましたけれどもね、はい、前はね、我々被災地に行きまして、仮設住宅団地に未だ、住むことが余儀なくされている皆様のところに行って、で紙相撲の交流を、はい、まあ、地域そして世代間の交流を行おうというものでございます、はい、サイバーエージェントさんの、はい、ご協力を、いただいている上で、このクラウドファンディングを行っております。ぜひ牛乳パックで紙相撲、東日本大震災被災地交流プロジェクトというタイトルなんですけど、ちょっと長いんで、はい、サイトとしてはあの幕開けというカタカナで、はい、幕開けというサイトでですね、詳しく載っております。まあ、牛乳パックで紙相撲はさすがに覚えていただけたかと思いますがこれだけ分かっていれば、はい、幕開けってサイトで、はい、でまあ紙相撲だって、はい、覚えていただければ我々の写真などもそうですね、見れますし、はい、今現在の目標額の 40% ぐらい到達となっていますが、はい、まだまだ半分以上となっております、はい、どうか4月22日までとなっておりますので、どうかご支援をお願いいただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ、詳しくはぜひそちら、幕開けというサイトご覧ください。さあ、ノースアイランド本編としましては、はい、ババゴリンが、まあ、今ね、ソチではパラリンピックが、はい、そうですね、行われているというこの収録日現在ですけれども、はい、まだまだ熱いババゴリンお送りします。どれぐらいのスピードで駆け抜けるか。さあ、どうか、ウェイボーズがやってきました。ウェイボーズ、残り 100m 切っている。さあ、ウェイボーズ頑張れ。さあ、世界新鋭、ウェイボーズが走る。ウェイボーズが走る。世界新鋭、残り 3m、2m、1m。さあ、どうだ。なんと、世界新記録17秒67であります。
これによりロース王国に初の金メダル。あの時一人の男が雪面で最も輝いた。ノース王国代表海坊主である。2つの金メダルを獲得し、誰もが彼の時代が来たと信じた。しかし翌年、雪の神は彼に試練を与えた。2008年ノース杯ミニスキージャンプ大会目前、持病の腰痛が悪化、選手生命が危ぶまれた。申し訳ございませんでした。いや、申し訳ないです。こんなつもりじゃなかったんです。再起をかけて挑んだ2008年、ノース杯バーチャルウィンタースポーツ選手権クロスカントリーで金メダル。見事カムバック。岩津頑張れ。今さあ山に登っていく。最後のチェックポイントは山登り、山登り。これを超えると、これを超えるとゴールだ。さあトップは25秒。さあどうしようか、ゴールはどうか、ゴールはどうか、ゴール、今ゴール。24秒。ウィモス金メダル。ウィモス選手金メダルであります。2010年のババ五輪ではノース王国の第一人者として金メダル1つ、銀メダル1つを獲得した。メートルを切った。さあゴールだ、さあゴールだ、さあもう少しです、もう少しです。一歩一歩近づいて、今ゴール。ウィボーズ選手ゴール。そして時は2014年、ウィボーズは世代交代の波が迫る中でも新たな戦いに挑む。ノースアイランドウィンタープログラム2014バーバーオリンピック。ノース王国の海坊主選手が金メダルに挑みます。4年ぶりのババ五輪、北海道札幌のスタジオからも 120% 全力応援してまいります。ババ五輪ミニスキージャンプ応援キャスターは原田海彦さんです。船木海木、まだ泣くの早いですよ。あ、そうだったんですね。これからですよ。これからですかね。いよいよ始まります。嬉しくてね、船木。何年前だったかな、船木がね。船木まだ早いですよ。これから金メダルを取ろうと海坊主選手が頑張りますから。海坊主選手ね、飛ぶんですかね。飛びますよきっと。飛ぶんですね。不安ですか、やはり。いやー、危ないんですよ、飛ぶのってね。あは、僕も飛んでたことあるから分かるんですけども、危ないんです、あの着地の時がね、はい、船木。それでは参りますけれども、ババ五輪、種目とライバル国についてもう一度、紹介することにしましょう。おさらいです。これまで2つの競技ありました。ミニクロスカントリーです。こちら海坊主選手が見事金メダル。ノース王国の海坊主選手です。58秒87というタイムでした。そしてライバル国として参加したノースツアーズのベテランコ選手が11位という記録になっています。2つ目の競技、アルペンミニスキー男子回転、最終結果としましてノース王国の海坊主選手が見事8秒12というババ五輪レコードでの金メダル。実に7年ぶりの金メダルでした。そしてライバル国の山大国氷見尾選手が5位入賞となっております。そしてミニスキージャンプ、いよいよこれから、スタートとなるわけでありますけれども、海坊主選手過去の戦績としましてが、2008ノース杯バーチャルウィンタースポーツ選手権ではメダルなりませんでした。そして4年前の2010年のババ五輪ではこのミニスキージャンプ競技を欠場しております。ただジャンプ自体はあの複合で飛んではいるんですよね、原田海彦さん。そうですね、まあやっぱりね、飛ぶっていうことは勇気がいることなんですよね。頑張ってほしいです ね。このババシャンツェ、まあ、4年前はね、なかなかしっかりと飛ぶことができなかった海坊主選手、ババシャンツェがヒルサイズ、まあ、これ以上飛ぶと危険というラインが5メートルに設定されております。でライバルがフィンランドから参戦のヤンネ・バカネン選手なんでありましてですね、まあ、かつてのまあ、たくさんのメダル、世界選手権などでもね、優勝したことがあるという選手だそうですけれども、いやー、彼の飛びジャンプはですね、はい、彼のジャンプはまあ K 点を必ず超えると言われてますから、危ないですね。まあ、あの過去一緒にあの K
競技に出たこともあるということですけど。いやありますね、まあ、やっぱり彼のジャンプっていうのはね、風に乗るんですね、はい、風に乗って経験も超えて、はい、あなたも超えていきます。あ、そうなんですね。このミニスキージャンプ2本の合計距離で競います。ライバルより飛べばもちろん金メダルです。以下は50センチごとにランクダウンとなっておりますルールです。ではここでですね、競技始まる前にすでに2個の金メダルを獲得している海坊主選手にジャンプ競技の前インタビューを行っております。独占です。その後引き続きミニスキージャンプトライアルの様子続けてお送りします。どうぞ。さあ、2種目を終えています。海坊主選手が2つの金メダルです、はい、任せてください。もうベテランですからね。そうですね、ベテランですからもうやっぱりそこはとりあえずこなすっていうところに関してはもう無難に行きますからね。でいよいよ残り1つの競技、はい、これはもう3つ目の、はい、多分これ初めてじゃないですか今までの、このババゴリンもそうですし、はい、その前身のいろんなね、はい、冬の大会、はい、でも3つ金メダルはないんじゃないですか。もうこれだけ調子よく来るってことがなかなかないと思うので、はい、これはもう3冠狙いますね。ああ、もうボルトか海坊主かみたいな。そうです、ね、冬のボルトと呼んでください、ね、ただジャンプの相手は手強いですよ。あのフィンランドからあのジャンプ王国フィンランドからやってきます。国だけ聞いたら確かにやばいなって思いますけどバカレンさんでしょ ええ、バカレンさんなんてもうあれですよ、選手先生の時しか出てこないような人ですから、はいはい、まあ、競技を昔やってたのかどうか知りませんけど、ええ、僕はもう負けないですよね。あのフィンランドといえば、はい、非常にもう何個もの、ね、メダルを取って、はい、超有名なヤンネ・アホネン選手っていう方がね、はい、おりますけれども、多分繋がってんじゃないですか。バカネさんとね、はい、繋がってるというか、もうそこからパクったみたいなもんみたいな言ってしまうと。まあまあ、でもですよ、はい、バカネさん、もう今までだってただ見てただけのバカネさんには負けないですよ。いやどうですかね、まあ、今回あのババシャンセ、はい、0.5 メートルでございますけれども、はい、前回は海坊主選手キャンセルという、はい、まあ欠場というそういったことでありましたが、はい、今回どうでしょうね。今回はだからもう 9.5 超えますよ。お、 9.5 しますよ。ただ噂の段階ですけど、女性週刊誌などには、はい、複合なんかババゴリの複合でジャンプ一応飛んでるんですけどね、はい、海坊選手ね、あの時のあの財布が壊れたっていう後遺症が残ってるんじゃないかって。あ、それはありますね。だから今回は財布は置いて飛びます。あの写真週刊誌でもあの官邸付近で海坊主選手が財布を覗いてる様子っていうのが白黒写真で写ってました、見ましたね。ちゃんとね、ちゃんと入ってて預けて大丈夫かっていうのをちゃんと撮られてたんですね。あの目線だけちょっと黒く塗りつぶされてで写ってたんでしょうけれども、なんだか地震とか、そうですね、なんだかセブンとか、そうですね、週刊なんちゃらみたいな。そうです、まあそれはそれで取られたものはしょうがないですから、もう今万全な状態で臨みますね。今滑り降りてるソリでね、滑ってる子供たち見えるんですけど、うん、結構スピード出てますね。いやだから言ってるじゃないですか、僕はもう前からもう何度も言ってますよ、危険なんですここは。はい、分かりますか、危険なんですよ。もう急だし、なんなら崖だし、ジャンプ台と言いながらも、くぼんでんですよ。くぼんでますね。中央部分がなんていうんですかね、スノーボードのハーフパイプみたいなコースがすごい短くなったような感じですか。各地地点がハーフパイプだと想像していただける、ね、そんな感じですかね、あのコース。だから非常に危険なんですよ。後頭部強打しますからね、あれ。ああ、しかも硬そうでしたね。硬いです。雪が少ないんですよ。少ないですね、うん、今からあそこだけ雪盛るとかダメですかね。頑張って盛るのはいいんじゃないですか、うん、ね。だからまあただただ今回は2回目なんで、経験の1つや2つは超えていこうかなと。ね、今回ミニスキージャンプなんですけども、2回の合計距離で、はい、勝敗がというか、まあ、順位が決まると、はい、いうことになりますけれども、まあヤンネ・バカネン選手が、はい、まあ、どのぐらい飛んでくるかっていうことにもよりますが、はい、どうというか何メーターぐらい、 0.5 メートルですけど、ヤンネさんですか。いや、海坊主選手、だから、まあ、10メートルぐらい。ああ、もうね、バッケンレコードを目指すような感じで、はい、いきますねえ。まあ、K 点というか、まあ、ヒルサイズですかね、はい、ヒルサイズ5メートルってことになりますかね今はね。はい、
そういうことになりますけれども、果たして、まあ、5メートル以上行ったら、これ以上飛んだら危険っていうことですから、くるくるも伝えておきますけど、はい、いや、だから、僕言ってないですか、5メートルだろうが何メートルだろうが、滑った時点で危険なんですよ、飛んだ時点でじゃなくて、滑る時点でも危険なんですから、なんぼ飛ぼうがとかじゃなくてね、もう滑る時点で危険なんです。でしょうね、何センチだろうが危険なんですよ、ボスでしょうね、はい、だからちょっと気をつけていかないと本当に怪我しますからね。あのババシャンってのはどれだけ危険かっていうのがこれでご理解いただけるかと思いますよ。さあ、この後ババシャンテでのミニスキージャンプ競技が始まります。さあ、ババシャンテに来ましたが、どうですか、これジャンプ台どこなんですか。あそこですわ、ちょうどちょっと盛り上がってるところじゃないですか。上だ、はい、上ですよ結構、そこです、そこ2段ジャンプじゃないか。だから何段あるんだ。だから危ないんですって。4年前よく飛ぼうとしましたね。だから言ってるじゃないですか。俺今回ここよく飛ぼうとしたなって思いましたもん。よく飛ぼうとしましたよ。ああ、でもこれじゃジャンプしないじゃないですか多分。いや、しますよ。します。そっちでジャンプするんじゃないですか、どっちかっていうと。じゃあちょっと滑ってみてください。軽く。キャプテンサックさん、ここそっちで飛んだはずですよ、前回大会。いや、あれなんですよ。やってみます。スタッフさん転がしてみたら分かるんですよ。結構上から飛ぶじゃないですか、うん、上から飛んでもうあの時点で飛ぶんですよ。スタッフさんが飛ぶ優勝で、はい、皆さんにね、ほらこっから見たらやっぱりもうそこの時点で崖なんですよ、はい、やってみてください。やってみてください。じゃあ、大輔さんがスキーつけて滑ったら分かります。ここで飛ぶんですよ、もう。そうなんですか、はい、キャプテン作戦ってだいぶ今さすが前回大会の金メダリスト。すごかったですね。すごかったっすよ、今。いやー、飛びますよ。じゃあ、いよいよ、はい、スキージャンプです、はい。北海道札幌のスタジオです。農総国海坊主選手の様子、まあ独占インタビュー交えてお届けしましたけれども、自信たっぷりですね。ババ五輪ミニスキージャンプ応援キャスター原田海彦さんですね。ふなぎー、飛んだ、飛んでくれた。まだ飛んでないんです。船木選手出てないし。あ、海木さんでしたね。海坊主選手ですよ。あ、まあ、海坊主選手、はい、勝手に気ぃつけちゃダメです。あ、違うんですね。海坊主選手です。いや、飛ぶと思いますよ、やっぱりね。あんだけ練習してるのも見てきましたし、キャプテンスタックっていうの入ってるでしょ、はい、あれスキーね、はい、あれが飛ぶんですよ。あ、飛ぶんですか、あのメーカーのスキーっていうのはお使いになったことがあるんですか。飛びますね。あ、そうですか。私もあれをね、あれでババシャンって飛んだことあるんですけれどもね。どのぐらい飛ばれたんですかね。いやいや、もう口では言い表せないほどの危なさでした。あ、危ないですか。危ないですね、飛びすぎて危ないんですね。そうですか。まあ海坊主選手はね、前回大会欠場してますし、複合の競技では、ジャンプ1本だけ飛んでるんですけれども、ただ飛んだといっても官邸付近、ちょうどジャンプ台の部分ですよね、あそこの場面で転んで、で結果の飛ぶ手前のギリギリのところでいきなり立ち上がって、スクッと立ち上がって何してんのかなって思ったら、財布を自分の財布をね開いて確かめてるっていう状況を全世界に配信してたんですよね。いや、財布っていうのは大事なんですよね。やっぱり飛ぶ前に転んで財布をなくしたってことになったら、いくら経点超えても財布の経点超えてしまったらダメなんですよ。原田海彦さんはそういう経験あるんでしょうかね。私もありますね、財布をぶちまけてしまう。そうですか、大倉山でぶちまけてしまいました。私、大倉山でですか、財布ぶちまけてですね、私の諭吉さんが、はい、私の諭吉さんが皆さんにもう持ってかれるという観客席の方に飛んでって、経点を諭吉も超えていったというところがありますので、そこは確認した方がいいと思いますね、海木さんもね。海坊主選手ですよ。そうですか、海木海坊主選手なんですけれどもね。
原田美彦さん、ババゴリミニスキージャンプ応援キャスターとして今日ね、スタジオにお越しいただいておりますけれども、ババゴリン、まあ、海坊選手なんといっても史上初の金メダル3個なるかという、そういったジャンプになりますけれども、まもなく1本目のジャンプが始まるようですね、それでは早速中継しましょう、1本目のジャンプフィンランドのヤンネ・バカネン選手からとなります。ミニスキージャンプ会場からお送りしましょう。どうぞ。さあ、ババゴリンもいよいよ最終競技を迎えました。ミニスキージャンプです。ババシャンゼで行われます。青空が広がってまいりました。夕暮れという時間帯でありますが、ミニスキージャンプが開催されます。さあ、ヒルサイズ5メートルを超えることができるか。ライバル国フィンランドです。フィンランドのヤンネ・バカネン選手が参戦しております。海坊主としてはかなりこれは難しい戦いになりそうです。ミニスキージャンプは2本の合計距離で競われます。ライバルより飛べば金メダルであります。それ以下は50センチごとにランクダウンとなるわけです。これはね、あのミニスキーで取るんじゃないんですよ。言うても、すべての金メダルということになるんでしょうか。海坊主、それを阻止するのか。ヤンネ・バカネンであります。いいですか。さあ、非常にもう足がすくんでいるという1本目ババシャンツであります。1本目の今スタートゲートに登ったのはヤンネ・バカネンです。すでに足がすくんでおりますが、さあ今立ち上がりました。いよいよスタートです。1本目、さあ大きな声を出しながらヤンネ・バカネンの1本目、さあ滑り降りていく、うんと今座り込みました。座り込みながら座った状態で、さあ今スタートです。あっと足がついて、そしてお尻もついた、お尻もついてしまった、手もついた。今途中でカンテの手前で手前、今でも飛んだ、今飛んだ、あーっと転んだ、あーっと滑り落ちていく、落ちていく、もうなすべなし。降りていきます、降りていきます。大丈夫でしょうか。1本目転倒です。ヤンネ・バカネン1本目激しく転倒です。カンテの手前でお尻がつきました、手もつきました。その後立て直しに図りましたが、カンテの付近で完全に寝そべるような体勢、もうすでにそこからは時すでに遅しであります。体勢を立て直す間もなくもう滑り落ちていくだけという状況でした。滑り落ちたところで、テレマーク姿勢は取ったものの、体はもう真っ白です。転倒0メーター、距離は全くゼロということになります。転倒です。1本目ヤンネ・バカネンは記録なしであります。さあ、ババシャンツェヒルサイズ5メートル海坊主が挑みます。北海道札幌のスタジオでございます。お相手はババゴリンミニスキージャンプ応援キャスター原田美彦さんにもねお越しいただいておりますけれども、ミニスキージャンプフィンランドヤンネ・バカネン選手大転倒でしたね。うなぎが転んだ。いや、あのバカネン選手です。バカネン選手、ヤンキー、ヤンキーバカネン、ヤンキーヤンキーじゃないですよ。ヤンキー転んだ。あの原田美彦さん、はい、転倒の原因っていうのはどういった部分にありますか。いや、いろいろやっぱりそのね、状態ババだけにですね、はい、ババの状態とかもやっぱりあると思うんですよね。地面のね、地面のね、はい、ババの状態っていうのもあるかと思うんですけれども、はい、やはり精神的なものもあったと思うんですね。バカネンさんは多分このババ五輪、まあ経験してるかどうかわからないんですけども、はい、やはり初めての場所っていうことになると、はい、まあやっぱりね、精神的にこう滑っていく最中、はい、いろいろ考えると思うんですね、はい、船木もいろいろ考えたと思うんですね。明日のご飯何しようかとかね、はい、まあヤンネ・バカネンさんもきっと今晩何食べようかっていうことを考えたんだと思うんですね、はい、その時には転んでしまいます、はい、転んでしまいますね、ヤンキー。あのヤンネ・バカネン選手ですよね。あの船木選手好きなんですね。いや、もう船木大好きです
3度の飯より船木を食べたいっていうところがありますんでね。原田美子さんが、ババゴリミニスキージャンプ応援キャスターとしてねお越しいただいたんですけれども、まあこのあとこれでまあバカネン選手まさかの転倒という状況ですので、はい、チャンスなのは脳創国三坊主選手ですね。海木は飛びますね、海木は超えていくと思いますね、はい、K 点を K 点を超えていきますね。ヒルサイズももう風になってきますね、ヒル超えて風になってきますね。風の状況どうなんでしょうか、ババシャンツェの今の。いや今の状況は悪くないと思いますね。あ、そうですか。向かい風でもなく追い風でもなく、はい、あとは無風ですか。無風あんまり良くないんですけど良くないですね無風あんまり良くないんですけど自分で言っててあんまり良くないなと思ったんですけどもねあとは自分でこう乗るか反るかっていうところがあるんでね。あ、そう、まあ、あの実力が試される状況だということになりますよね。さあいよいよですね、この後海坊主選手1本目が、はい、始まりますけれども、今海坊主選手がですね準備を行ってもうリフトでガッと上がっていくという状況がですね映っておりまして、いよいよこの後海坊選手1本目飛ぶという状況でございます。はい、さあ固唾を飲んで皆さん見守って、そして皆さんね心で応援をね、そうですね、してほしいなと思いますけれども、はい、まああの皆さんも風をねもう向かい風をもうバッタバッタともう送るような感じで、そうですね、ねどんどん飛んでほしいですよね。そうですね、 K 点越えていきたいですね。海行き飛んだ飛んだ。さあいよいよ海坊主まだ飛んでないんですけれどもさあいよいよ飛びます、皆さん応援しましょうが、放送時間が残り少なくなってまいりました。どうやら海坊選手の1本目をこの時間内にお届けすることができなそうです。今も準備してるんですけどね、海坊選手飛ぶかなという状況なんですけれどもね。海飛んださあまだ飛んでません、まだ飛んでません、この放送時間内にお届けすることが できるでしょうかね。さあ飛ぶかどうでしょうか、まだ飛びません、まだ飛びません、まだ飛びません。申し訳ございません、もう時間がございません。ババゴリン最終競技ミニスキージャンプの模様はまた来週お届けすることでございます。中継場所でずっと1週間待機です、海坊選手。ババゴリン応援キャスター原田海子さんでした、ありがとうございました。ありがとうございます、また来週もお願いいたします。ありがとうございます。ミニスキージャンプまた来週です、失礼します。